さあ、行きますよ。孫悟空さん、ずいぶんと待ちましたよ。あなたに復讐するこの時をね。ま、ベジータさんと一緒なのは少し意外でしたけどね。どうやら本当にフリーザのようだな。おめえどうやって生き返ったんだ？ドラゴンボールを使ったのさ。そうなんだろう。その通り。私は帰ってきたのですよ。あの忌々しい地獄から。知らねえよ、そんなこと。おめえが勝手に地球に来て、トランクスに殺されちまったんじゃねえか。すべての始まりは孫悟空さん、あなたなんですよ。私はね、あなたに生きていられるのがどうしようもなく尺に触るんですよ。この前は正直油断をしてしまいましたから、今度は一気に最終形態になりますよ。その様子じゃフリーザ、おめえかなり強くなってんな。その通りです。私は蘇ってからあなたと戦うために随分とトレーニングをしました。そんな努力初めてでしたよ。私ともあろうものが、おかげで自分の想像をはるかに超えた力を手に入れることができました。もしかしたらこのまま勝てっかもと思ったけんどよ。無理みてえだな。おっきな手出すかな。この力受けてみるか。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。ではバカ正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。すげえ安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。やっぱおめえただもんじゃねえってことだな。根っからの悪人でなきゃいいライバルになれたってのによ。相変わらず私をイライラさせるような発言ですね。では私の復讐を始めましょうか。お、あれはビルス。なんだ。さあ選手交代だ。ここで見ていろ。油断、邪魔ですね。思い知らせてやりましょう。こっちだ。空あなたには落ちていただきましょう。記録の底までね。やれやれ、少し埃がついてしまいました。邪魔ですね。バカだ。やるな。まさかここまでとは。
では、さようなら。待て。ビル様、私の復讐の邪魔はしないとおっしゃっていましたよね。なるほど、地球人に頼まれたわけですか。破壊神ともあろうものが、ずいぶんお優しいんですね。そんなわけないだろう。僕は破壊神だ。この地球にも人間にもまだ利用価値があるからね。今壊されちゃ困るんだよ。それに君のその強さだって、あいつらのおかげで手に入れたものなんじゃないのか。確かに、私がここまで強くなれたのは孫悟空さんとベジータさんがいたからですが、わかりました。とどめを刺すのはやめておきましょう。ただし、二つ条件があります。まず、今後ビルス様はフリーザ軍の動きに決して介入してこないこと。構わないさ。僕は基本誰がどう動いても介入しないからね。では二つ目、この地球を襲わない代わりに私の部下を生き返らせるためドラゴンボールを使わせていただきたいのです。それもいいんじゃないのか。今この地球で僕らを除いては君が一番強いんだ。ドラゴンボールを使おうとしても止められるやつはいないだろう。交渉成立ですね。